今年1年、ありがとうございました。感謝するぞ。いろいろありましたが、また来年も引き続き頑張りますので、ご愛顧のほどをよろしくお願いします。よろしく頼む。では、終わります。これだけか、ビックリマンの話を少しぐらいしろ。そうね、しますか。実はこのシールが揃いました。じゃじゃん。ポセイドス、揃いました。揃ってなかったのか。1枚だけ足らなかったのよ。それが無事に購入いたしまして、揃ったことをご報告します。これで17段が揃いましたので、今の本段で揃ってないのが、20段以降と、フラゼとマショーネロということになりますかね。33、34はいいのか。そのあたりは緩くね。コロナが静まれば、値が下がるのではという予測があったりしたけど、まだまだ高いままね。下がるのか本当に。わからない。このままキープする可能性はある。そうなのか。そうね。できたら、再販してもいいんじゃない。実は密かにロッテに再販してほしい旨の要望は出しておいた。そうなのか。再販については、また賛否両論とかで皆さんの意見聞きたいと思う。これまた賛否両論ある話題だからね。そうなのか。いろいろと考えがあるからね。まあな。来年はまあ、引き続き、足らないものをいい具合の値段で購入しつつ集めていきたい。そして、36段を早いところ買いたい。出るのか。私は出ると思ってるけど、ちょっと気になるのが、2月にどうやら呪術廻戦漫が出るらしいのよ。で、おそらく本段が出るとしたら、ビックリマンの日に合わせて出るから、3月の終わりぐらいに出ると思うんだけど、立て続けに出すかというのが、ちょっとどうかなと思う。出すお金にも限度はあるわけだし。出すだろう。ロッテは、ファンを財布としか思ってないし。確かに、その考えなら出すのが濃厚ね。来年も、みんな、ロッテにお金を捧げてやれ。とにかく、今年1年、ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。いい年越しを過ごせ。